一番最初のここも上手になって、でこれもいいんですけど、すごい可愛いんだけど、親指を割としまった方がいいかなって感じ。ダンスの時にこう出てるとこういう感じだって。ここは割としまってるから、ここで、そう、スマホが少しだけちょっとこれを締めていって、で、こっからこれもすごい綺麗だったので、これ最後にね、こっちに出たりとして、こういったら、後ろにしまっておくと、このお尻の、まあ、結構初期に、なんか、出したら、ここの、これを締めるっていうのが、多分今は、単純めっちゃやってるから、わかると思うんで、後ろに締めていくっていうところと、この、これですね、ここからやって、こう締めて、さっきやったのね、こっから割と、こう、ワン、ツー、スリー、フォー、シャッ、ここ強くしているね。そうそう、こっから、タラララララ、シャッ、締めていって、首つけて、で、この手も良かったです。で、この後なんですけど、これから寄っていくじゃない。この時に割と手がこうやって動くのよ。ここまでじゃない、こんな気分だけど、ちょっとね、こういう動きが見えるね。ここに行くまでね。そこでしか手があんまなかったのね。こういって、こういって、そのまま自然に下ろしてる感じ。なので、あんまりこういう動きが見えない。して、そのまま行きます。で、こっち行って、これ OK です。で、後ろ下がってる。これをね、一緒にやってるよ、これは。一緒にやったら感動しちゃう。こう行って、これも良くなりました。で、大丈夫で。あ、ここね、この、今日練習した、この、これなんですけど、こういった後ね、こっから、右にこう乗るときは、割とちょっとこの、アイソレーションここで入れますね。右、左、そうです。で結構乗り切っていくとかっこいいと。あ、そうそう、シャンシャン、ファ。で、ここはコントラクションです。そう、これでこう、肩甲締め、開いて、こういく。で、スリー。で、これもつま先。ああ。そうそう、つま先です。結構そう、これが入るね、これね。つま先を伸ばしていくっていうのと、そうそう、それやって、あとさ、最後のさ、この膝まつくの、これも、ちょっと足が危なかった。そう、危なくないんだけど、ちょっとここでつま先やっぱ伸ばしてると、じゃあなららそう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 、で、これもそうそう、これ上手だったのね。でさ、割とさ、見てるとさ、これがこうなんか後ろからこう入ってる感じがするんだよね。そうそうそう、だからここでこういう感じがして、ここからちょっと後ろをかすめるとかっこいいかもね、あの感じが出る。あ、そうです、そうです、そうそうそう、じゃあここからチャーラル、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、そうそうそうです。ファーで、なんかこう抜いてるんです、最後ね。こういって、こういって、ちょっとこう抜いて、で、こういってるね。そうそう、これがなんか見える練習ね。これを見せてから、こっちに行くってことですね。そうそう、ですね。まあ、その辺、あとは、のところ、このノリも、これはどっちかというとこういう感じのね、なんかパン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 で、こっちがちょっとこうついてるね、ドゥ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 みたいな、パン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 、一二三、そうそう、結構体がさ逆だから分かるんだよね、一二三、こっちじゃないんだよね、こっちじゃなくてこう落ちこっちね。右足ね、そう。チャラララ。そう。で、こういう時は